スイスのネスレ、マリーヌードルス、クルクマエゼンゼロ、ウコンと生姜味、イタリア向け製品、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細めの扁平断面で、のっぺりとした抑揚がなく平板な食感です。先に油と粉末スープを入れて煮込むのが珍しいです。このため麺がスープを吸ってしっかりした味が染み込んでいます。スープは醤油ベースで、食べる時点でもわずかしか液体は残っておらず、食べ終わる時にはほぼ完全になくなりました。ウコンと生姜の味はあまり明確ではありません。しかし適度な刺激と旨味が相まって退屈しない味です。作り方は変則的なので不安がありましたが、食べてみたらかなり良い印象を持ちました。もしかしてこれが新しい即席麺の形になるかもしれません。